はい、ですね、ちょっと進んだら見つけることができました。ルーシアは一体どういう存在なんですかね。竜の人々っていうか、竜の方々も、ルーシアには様付けでしたからね。入り口からすぐ近いところにありましたね。で、戻って。あ、なんか道中取れてない宝箱があるんで、こことかで、あ、ただの行き忘れか、これ。ちょっと取りますかね。それともアイテムがいっぱいで持てなかったかとかかな。違う。すいません、椅子というか、乗っているものを動かしましたね。こっちか、こっち。ああ、倒せなかったか。で、こっちや、こっちですね。これが実際の礼服か。これは取っておかなくちゃいけないものですね。上がる。で、一回出ましょう。回復を。バルガンの中で回復ができるんですよね。動画では紹介してなかったかもしれない。変な BGM が流れるところで。
ああ、ちょっと若干滑舌悪いと思うんですけど、いつもいまして、朝ですね。寝起きです。で、これで、真ん中が通れるようになってるのかな？変わってるかな？天井を切るところまでは覚えてるんだけど、その時点でなんか変な、マロよ。いた。レオ兄様？私、一体、ここはどこ？覚悟するがいい。今こそ、決着の時が来たのだ。いや、そんな恐ろしい顔で、私を見つめないで。怖い。怖いわ。マウリは戻ってないと思うんです黙ね。れ！もう。お前の姿形に惑わされたりはしない。今さら肉親の情に訴えるなど、見苦しいぞ、マウリ！いや、ゾファーの手先よ！お前は、この私が、切る！待て、レオ！早まるな！多分ですけど、マウリはもう3年ぐらいかな、経っちゃってるんで、ゾファーの力が、もう染み付いちゃってるんじゃないかな。すぐに、兄が実の妹を手にかけるところなど見せたくはない。それとも昔愛した女が切られるところを見せるのか、ゾファー。謝るなよ、ゾファーの血はもう消えたんだ。ゴファーの血が消えた。どういうことだろうか。もう私にも分かるように話してくれ。いや、話し合ったらとにかくもう治ったんだ。いいか、手を出すなよ。治ってないと思う。治ってないと思う。周り分かるか、俺だ。ロンファだ。ロンファ様、なぜここに。一体私は。元に戻ったんだな。よかった。戻ってないと思うよ。ルーシアがアルティナの力でゾファーの血を消してくれたんだ。ああ、そうでしたね。なるほど。ルーシアがアルティナの力でな。マオリ。急にゾファー様の力が消えたので、不思議に思っていたのだ。それは感じたのか。なぜだ？どうしてお前だけが。おそらくマウリさんがゴハの血を飲んでから時間が経ちすぎたために。そうですよね。マウリさんの本当の心がゴハの血にのみ、み、の、ん？取り込まれてるとは、完全に吸収されたら、もはや私にも、アルティナにも、どうすることも、元に戻るとは思うんですよね、倒したら。マウリの心、そんなものは食らい尽くしましたわ。なんだと？じゃあ、マウリは。アルテナの涙に残っている最後の力を使えば、モンファの心をマウリさんの心に転送することができる。どういうこと？ここで、ロンファが本当のマウリさんを探し出し、呼びかけることができたら、マウリさんの心をゾファーから解放できるかもしれない。何をごちゃごちゃと。ゾファー様に守られたこの私を滅ぼすことなど、あなたたちにはできはしない。もう逃がしませんわよ。ここで殺して差し上げますわ。俺は逃げも隠れもしない。必ずお前を元のマウリに戻してやる。優しかったマウリに。自分は優しかったマウリを知らないので、何とも言えない。戦争に失敗すれば、マウリさんだけでなく、あなたまで死んでしまうわ。それに成功したとしても、マウリさんが心を開かなければ、あなたは永遠にマウリさんの心の中をさまよい続けることになる。それはマウリさんにとってもなんか嫌じゃないかな。入ってきては困るものがずっと心の中にあるっていうのは。それでもいいんだね、ロンファ。マウリを助ける大博打だ。命を失うなんだ覚悟の上だ。さあ、やってくれ。分かったわ。どうなったのこれ。
何をしたか知らんが無駄なこと、何人もかも全てを灰にしてやる。死ね。炎をまとったよ。なんか、なんだ、頼んだぞローファ、どうかお前の力でマオリを救ってやってくれ。あのまま戦ったらレオは勝てなかったんじゃないかな。それまでは私たちで持ち答えてみせるだ。単純な感じすら読めなくなってるの。ああ、そっか。ここは周りの心の中、すごくどんよりしてる。なんか、うん。装備とかなんかしたっけな。回復と、状態上の回復ですね。これか？これは。こっちに来ないで。これ、マオリか。ワイを助けて、ローファ。マオリを、子供のローファだ。マオリに手を出すな。相手が、俺が相手だ。ローファ。ふふふ、もはや、マオリは心を持たないただの人形。こんな役立たずのくだらない記憶など消してしまいましょう。これはゾファーの、あれ？よくあるけど。あ、なんか、マオリがいっぱい現れた。よくも俺たちの思い出を許せねえ。ゾファー何装備したっけ？これどうしようかな。空流の嘆き。まあいっかこれで。ああロンファ様、まさか私のことを疑ってらっしゃるのでは。違うとおっしゃってね、ロン、お願いロンファ様。お前はマウリじゃない。そう、うん。ほらね。どうなるの？あれ、間違った？ゾファーマインド。あれ、どうなってるんだ？炎ですね。ちょっと待って、敵多いな。この辺狙おうか。そして何気に、レオが戦闘にいる。戦闘にいる？なんで、レオ MP が、消費されてるんだ。ローファいないのちょっときついな。どうしよう。待って、最初の攻撃は、ちょっと強いイメージがあるので、白竜の守りで。あ、霊気が効くのか。じゃあ霊気で。範囲だけど、一体か。ここでいいか。白竜よ、守りの盾となれ。一体しか効かないのか。倒した？
我が心すでに空なり。チェリア、あ、倒してないな。霊気を渦巻け。数多いな。一撃必殺新停留レッド剣。ボス戦でローファーゲームはちょっと辛いな。倒したけど。これ怪しいよね。あー、ロンハ様。これどうすんの？お前を疑うはずじゃないだろう。じゃどうなるだろう。気になるけど、最後まで残しておこう。変わらないね。多分全員偽物なんじゃないかな。ん？どうなった？うん、数が減ったっていうか。ここは白竜を使う必要あるかな。これ範囲で、範囲狭いな。回復役がいないのが辛いな。霊気を渦巻け。もうカーソが泣いてる。ヒーローに使ってほしい。お、ナイス、ルシア。敵自体はそこまで強くないけど、でも攻撃にするか。そう、倒せるんじゃない？集中攻撃してるから。それとも燃えてるやつを攻撃しないとあまり意味がないとか。あ、そんな感じもするな。レ
あ、倒した。やっ。うん、話が進まないってことはそういうことのような気がする。これか。倒せる？まだかな。よっ、まあ、全体かな。今のところ一番ボスの中で弱いですが、多分まだありますよね。これで終わりってことは進めないと思う。それだったら楽すぎる。あ、でも、そっか。なんか、石流があるんかな。ここの戦闘は楽、なのかもしれない。あれ、いつの間にか左のやつも引いてる。お前も違う。全員違うんでしょ？きっと。で、あ、そこか。どういう体の構造をしてるんだ？下の方はなんか蛇みたいになってるけど。ルシア狙うのはそっちじゃないんだよ今は。え、さっきまでの戦闘で与えたダメージ蓄積されてるのかな。そうじゃなければ辛い。辛いって言ってもあんま強くないのでいいですが。あ、倒した。この最後なんで、あ、消えた。これが本物だったのかな。マオリに手を出すな、ロンファー。後ろに隠れてろ。怪物から大人たちが、怪物なのか。ああ。どうしたの？情けないよな。ごめんな、周り。あ、子供だったら仕方ないんじゃないのかな。大人の方が強いでしょ。アルテナ様はダメだよ。はい。これいくつぐらいだろう？ 10 歳ちょっとかな。
マオリ、嘘じゃない。俺はずっと。ちょっと待って、どうなってんのこれ。違う、違うの。どうして、私はこんなことを助けて、ロンファ。ん?けなげなことだ。だがお前を救える者など、この世に存在しない。そう、ただの一人もな。ロンファ様ですね。ロンファ様ね。あ、これロンファがレオかと思った。マーリー、お前にどうしても聞きたいことがある。今までお前が不況に行った町や村では必ず事件が起きているそうだな。大火事が起きたり、村人が神隠しにあったり、炎の怪物まで出たと聞いている。うん。俺も初めは偶然だと思っていた。だが、教えてくれ、クリって。教えてくれ、マオリ。俺は、あれはか。お前がやったのか。だとしたら、なぜ。嫌ですわ、ロンファー様。私を疑うなんて。あれは全て不運な事故でしたのよ。うん。バカな。どうした?しっかりしろ、マオリ。私は、くだらぬ、まだこんな心のかけらが残っていたとは、今のマオリに必要なのね、ひねりつぶしてあげますわ。また?マオリいっぱいいるな。うん。アロンハ様。お前は違うって。うん。で、今度はどうなんの?なんか、できたけど。多分こっちを倒すんでしょうね。というかレミーナとかそう回復しないと危ないな。癒しの火事ですね。ちょっと待って、こっちは弱点じゃないのか。上のやつは何だ。とりあえずまあ全体攻撃するか。量はした。では MP、 こっちでいくか。あまり強くないと回復役がいないので、アイテムで回復するしかないんですよね。クレイ、これはあんま強くない。ちょっと変わったの。プチが怖い。どっちもプチあるけど。あれ、なんか普通に弱点で、あ、そっか。初めてだから弱点かどうかわからないってことかな。何してくる?あ、全体、もうダメージそうでもないけど、ダメージ全体は痛いな。倒したか。あ、まだか。霊気を渦巻け。もう倒した。今回経験値も入ったな。あ、レオはどうなんだ?この先仲間に入るのかな?この辺りはね、ちょっと、
マオリ助けたかな、この前のプレイで。あ、ロンファー、おいロンファー、聞こえないのか。ロンファーってば、怪物はいなくなったってのに。長い間ゾファーに支配されているマオリさんの心は閉ざされてしまっている。ロンファーがその心を開くことができなければ二人はこのまま。頼む、ロンファー。マオリを救えるのはお前だけなのだ。頼む。うん。兄のリョウが言うのはどうなんだろうな。これしかないな。てか今の本物だったのか。教えてくれ、教えてくれって、また教えてくれだよ。私はどうした。アルテナ様の従え、教えに従わぬ者など神罰が下って当然。いえ、神罰を下すべきなのです。マオリ、お前やはりあの時からお前は、うん、いや、そんなはずはない。そんなことがあってたまるか。うん。はい。あいつがおかしくなったのは、俺があの薬を飲ませてからだ。うん。いや、マウリを変えたのは俺だっていうか、マウリを変えたのはアルテナ診断だと思うんですが。ノーファーは間接的に、うん、そうだ、怖かったんだ、うん、はい、うん、すごく意気込んでおりますが、うん、あ、動けんのか。宝箱とかあったりするのかな、うん、そういうところがね、先に気になってしまうのは、この宝箱はないか。他ない。あ、見逃しとか やりたくないので。家の中入れる。まあいいや、普通に会いに行くか。迎えに来たぜ。さあ帰ろう。いや、来ないで。知ってるんでしょ、私がしてきたこと。マオリ、もうあなたの知ってる私じゃないの。たくさんの人にあんな恐ろしいことを。私は罰を受けなければいけない。この世界で一人きりで。だからお願い、ロンファ、あなたは帰って。俺の知ってるマウリは、人の心の痛みを分かってやれる優しい娘だった。そして、人が傷つくことを誰よりも悲しむ娘だった。今のお前と同じだよ。ロンファ、だって私、マウリ、俺は誓う。もう二度とお前を一人にはしない。決して話したりしない。お前の罪はみんな俺が背負ってやる。ロンファ、ロンファ、本当に私、お下がってくるでしょ。私、マウリ、お前も昔から変わっちゃいない。泣き虫なところもな。ロンファ、うん、いや、うまくいったのか、これ。ロンファ、マオリ、リョウ兄様、私、よかった、マオリ、うん。いや、まだわかんないよ。
それしたらダメなんじゃないかな。いや、どこに行くんだ。そうだ、あれよ。これからはお前も俺たちと一緒に戦ってくれるんだろ。私の力などもう必要ない。あとは石竜が蘇れば本物の女神アルティナ様が復活されるのだからな。すべてはヒーロー、ローファー、お前たちの仲間の力だ。それに引き換え私は。いまだにマウリ怪しいと睨んでるんですけど。うん。レオ兄様。ノンファ、これを私がアルティナ神殿から守れと言われていたものなの。石竜の力をマウリから受け取った。石竜の洞窟にはこの部屋の右奥から生きるわ。気をつけて、ロンファ。あ、ここか。右奥？あ、これか。マウリ大丈夫？なんか笑いが本当に、ね、怖いんだよね。とりあえず、あ、ほら、お金買うのか。あ、間違えた。まあ、いいか。じゃあ、この辺りでちょっと、時間も時間なんで動画終わりたいと思います。